はい、次回の続きからだね。それじゃあ、早速、お口に行こうかな。とりあえず、ここから入っていこうかな。あ、でも、モンスターは基本的にもう無視していこうかなと思って。もう疲れたよ。結構倒したから。おお。それでね、入るごとにね、結構マップがね、落ちたら死ぬのかな。なんか複雑になったっていうか、結構ね、立体的なんだよね。で、むやみやたら、あ、大丈夫かな。降りてみようか。あ、降りれないんだ。で、結構、なんだろう。アクション要素？あれ。あ、そうそう。キャラ説明ちょっとしてなかったね。まずはね、セミじゃない、パーティーか。で、まあ主人公だね。で、まあ中ボスだったマーメイドは、これはね、まあ魔法職みたいなもんだね。そして、この隣の、骸骨の騎士。これはね、物理攻撃が強いんで、まあ、採用したかなっていうところ。で、エンジェルは、まあ、回復薬だね。一応、この4人でパーティーを組んでいこうかなと思います。で、下は、まあ、かわいい素材と、気持ち悪い素材と。怒られるかな。まあ、とりあえず、どんどん行きましょう。あ、もうここはもう、あれなのかな。アイテムしかないのかな。それじゃあ、左の方だね。左の方行ってみようかな。で、敵が本当に多くて、これ、ハードとかならどうなるんだろうね。敵が、エンカウントが増えるのかな。敵がうじゃうじゃいるとか。とりあえず一通り回ったんだけど、まあ、アイテムだけだったね。あと、マミント。なので、で、ドラゴン飛んでるんだよ、ここ。たまにね。まあ、それはいいでしょう。じゃあ、とりあえずここにはもうアイテムしかなかったんで、もう一つのマガツカを、倒していこうかなと。ああ、もうあいつら本当に嫌なの。ああ、ねえねえ、そこの君、僕、赤ジオンって言うんだけど、僕の話を聞いてくれないか。ダイモンって役は知ってる？おお、いるね。乱暴者のせいで僕たちはとっても迷惑してるんだ。あいつら、牙で噛みついてきたり、槍でチクチクしてきたり、壺の中で小さくなって耐えるしかないんだ。すげえな、壺。強すぎだろ。なんとかして、ダイモンを懲らしめたいんだけど、強そうな君なら簡単にできるんじゃないかな。ああ、受けてみようか。ならず者の悪魔を受注しました。大門を3体ほどやっつけてきてくれ。とりあえず大門はこっちだよね、確かね。で、とりあえずサクッと倒して戻ってこよう。ええ、人殺しの術中終わったよ。ええ、人じゃないけどね。 ありがとう、大門を懲らしめてくれたんだね。これでみんなもよ、みんな？まだいっぱいあるんだね。さあ、何くれるんだよ。お、あ、うつせみね。オッケー。お、いいね。この経験値美味しいよね。まだいる。少年。お、あ、しまった。見るの忘れた。少し離れているかというか。ねえ、聞こえた。塔の悪魔が暴れているみたいだね。なに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 。そんなにでかいあいの？つ怖いんだよ。首がいっぱいあって、近づく悪魔をみんな襲って食べちゃうんだ。ヤマタノオロチみたいな感じだなのかから、な。この辺りの悪魔はみんな塔にはあまり近づかないんだ。噂じゃ、口から炎を吐くとか毒を吐くとか言われてる化け物なんだよ。ヒドラみたいな感じなのかな。塔の悪魔、聞
険な相手のよう。ただ東京タワーに行きたいだけなんだけどね。東京タワーに向かうのは悪魔を倒しまた仲間にして十分に戦力を整えてからを推奨。推奨多いな青髪。人魚のお姉さんが道路下の水辺に駆け込んでいったよ。逃げるような感じだったんで気になるな。人魚のお姉さん、なんだろうね。人魚のお姉さん倒しちゃったけどね。あ、どうやって行くんだ。下かな。あ、行ける。あ、行けるね。おおおお、びっくりした。え、あ、こんなとこあるんだ。へえ。はい、無視します。もうあれなんだね、普通に合体させてきたけど普通に敵として出るんだね。どうだ、普通にトークして、あれ、何もない、何もないよ。普通にトークして仲間にしても全然よかったんだね。入れるんじゃない？入れないの。あおい、うざいて、うざいて。いやー、うざいね。てか、やっぱマガツカ付近はめちゃめちゃ敵多いね。で、人魚がどうこうって言ったの、もしかして倒したやつかな。おーおーおーとっとっと。とりあえず無視をして先にどんどん進んでいきましょう。またマガツカ付近にまた敵だね。お、おぶね。新しい敵だね。確かなんだよ、サンドマンだっけ。めっちゃいるじゃん敵。あ、もう違うて。おお、敵多いよね。先にちょっとマガツカに行ってしまいたいなと思うんだけど、いっぱいいるね。あ、違う、あ、方向が違うのかな。あ、下に行くんだ。違ったね方向。この中心地に、まあ、ボスがいると思うから。いやいや、ああ、何かいた。マミーいたね今。マミーいた。全然気づかなかった。マミー、恐ろしい悪魔悪霊を見たんだ。美人の依頼受けるなら魔人の使う風に注意するんだね。おー、なんだろうね、マガツカのことかな。違うのかな。あ、とりあえず、あ、上から行けってことなのかな。ここだとあれだよね、さっきのとこだよね。何もないとこだもんね。あれ、見えないんだって、見えないんだって。はーい、ちょっとまた上からだね。いけるのかな、もしかして。あ、いけそうだね。さっきいけないと思ったけど、また、お、これかな、さっき言ってたのは。アンモラキが言ってた。かわいい。よかった、お手じゃなさそう。私はマーメイド、実はちょっとこもったことになっていてね。この丘の上に人魚の住む池があるんだけど、ある日突然仲間の様子がおかしくなってしまったの。何か恐ろしい呪いにでもかかったような。仲間が一斉に襲いかかってきて、命からがらここまで逃げてきたの。お願い、仲間たちを助けて。いきなりこんなことを言うのも変だけど、なぜかあなたに祈ればと思ったの。いいよ、任せて。ありがとう、本当に引き受けてくれるなんて。ここに流れる川の上流のさらに山の向こう、そこにある池が私たちの住みかよ。でもそこに向かうには危険な悪魔の
縄張りを、危険な悪魔の縄張りか。もうダメだ、口が回んないよ。だからこれ、だからこれをあなたに渡しておくね。役に立てばいいけど。お、セミだ。お、分かったぜ、任せろ。とりあえずね、マガツカを倒してしまいたい。お、あ、やっぱいけないんじゃないの。うわ、見えねえ、見づれえ。このね、紫のね、モヤモヤがね、めちゃめちゃ見づらい。あ、いけないのかな、やっぱ。あ、いけないっぽいね。ダメだ、やっぱり上からじゃないと無理っぽいね。まあ上から行きましょう、また。そうでも本心でいくんだけど、はいはいはい。あ、いた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 、いたね。なんだよ、なんだよ、面白かったね。さあ行くぞ、マガツカ。あれ、いや絶対手前の敵じゃん。だって急に出てくるもんね、それは防げないよ。さあ倒すぞ、行くぜ。お、え、小玉、素玉、素玉。まあ、今回はね、あの漫画ツヒ貯めてきたんで、これでね結構楽になるんじゃないかなと思うんだけど。ああでも結構高いね、やっぱ攻撃力、攻撃力じゃない、体力で。属性もちょっとわからないから、さあどうだ。おー、ウィークウィークウィーク。おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、これなら結構楽勝なんじゃないかな。クリティカル G、 とりあえず、おお強いね。もう主人公 いらないよね。いらないんじゃないかなっていうぐらいモンスターが強すぎる。だよね、もうクリティカル攻撃しかないもんね、当たって。いやー強いね。あれ結構あっさり倒しちゃった。お、いいねー。お、さらばオブジェ。マガツキを破壊したことでマガツキを得た縄びな大いなる力、神を覚醒させた。ああすごいね、なんかかっこいい名前あるけど。ガシン昇誕、え、読めないよ、下いん読めねえや。で大成無効さん、まあいいや、まあまあまあ、一回とりあえず見に行ってみましょう。でここら辺にねセーブポイント流血があるといいんだけど、ないかな。ありそうなんだけどね、マップがねやっぱね結構広いんですよ。ああ、ないのかな。あ、ちょっと待って、ボスっぽい、またさらにボスっぽい。あ、ボスじゃない、土蜘蛛だ。あ、結構やっぱ出てくるんだねモンスター。なんだってことは結構先に進んでもよかったのかもしれないね。うえ、見えるぜ、マップ見てみようか。で受注を受けたお姉さん、あ、まだ受注、あ、まだあるんだね。あ、奥に、とりあえず奥地に行ってみましょう。で奥に行って、あのとりあえずセーブだけしておきたいかな。チェンジャー、あった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 、あったね。はいはいはい、行きましょう。はい、そうだね、まあ、とりあえずセーブだけしておきましょう。
もう東京タウンじゃん。いいね。それじゃ あまだちょっと早いかな。まだもう少しやるか。回復だけしてこう。それでね、あの回復もね、結構何ね、減り具合によって値段違うんですよね。セーブもした。あとなんだろう、まあまあまあいいか。セーブもしたし、え、進んじゃう。さっきちょっと進んでもいいけどね。結構いくかな、結構進んじゃうかな。ちょっとマップ見てみようか。あーでも、あ、まだ大丈夫そうだね。まあまあとりあえず東京タワーに行って。お、東京タワー前から強力な悪魔の気配を感知した。何、まあ、これが先へ進む場合十分に注意することを推奨。まあボスかな。ゲーム攻略上の障害となるボスや比較的強力な悪魔の前で発生します。警告が出たら安全のためにセーブしてからゲームを進めましょう。じゃあ行くぜ。え、周り何もない。20年でそんなことある？ここまで地形変わらないでしょ、さすがに。なんかね、なんだっけ、100年経つともう東京とかそのビルとかもう自然の力でほとんどなくなるらしいね。っていうぐらいすごい自然の力は偉大だな。東方たちよ、天使長の命により我アブディエルがベテル全軍の指揮を取る。え、これが天使軍。我ら敵は混沌の悪魔ども、邪悪な蛇に従い秩序を破る者たちだ。全部同じやつじゃねえか。しかし恐れることはない、我らには神の加護がある。あ、すごいね、紅白綺麗じゃん。各地に集いし精鋭たちをベテルの定めし秩序を胸に戦え。我らの剣を持って闇に裁きをもたらすのだ。めちゃめちゃ見る。お、青神さん。え、めちゃめちゃでかくないか。デビール。やめる神は死んだ。あれ、デビルマン、デビルマンですよね。すべての支配から解放するため大魔王がそれを成したのだ。あ、大魔王。ヘビめ、ヘビ猛言を。え、どういうこと。猛言ではない。めちゃめちゃでかいじゃん。私は始皇帝、神の玉座にたどり着いた。天使であれば、え、絶対100メートル以上あるよね。理解できよう。ね、見苦しい、かつての同胞よ。瞬殺。混沌な世界を、そしてその混沌の中から真の再生が、未知なる未来が生まれる。え、どういう存在なんだろう。最後の役目だ。その未来に芽吹く種をまく。え、あ、これがマミン。いや、そんなわけないよね。あ、散ってった。消えたよ。え、
得体の知れない光景を垣間見たらどうしますか。巨大な悪魔がいた。今の青髪の記憶、そのようだ。あれ、思い出してない。先ほど見た大魔王ルシファー、あの存在に出会った後、私は活動を停止した。だってことはすごい強烈だったんだね。君の存在を感知したことで再び起動した。え、どういうこと。記憶データの一部が回復。そうだ、私はベテルに所属し任務でここに来た。この近くにベテルの基地。青髪は機械なのかな。東京議事堂が存在している。あ、なるほど。そこではベテルに所属する天使たちが人々を守るため活動していた。人いるの、もしかして。少年、君の友人を運んだという天使、そこにいると推測でき。え、結構雑に運んでったけどね。君自身の安全のために東京議事堂へ向かうとし、しかもエンジェルだったから悪魔じゃないの。ねえねえ、ぼーっとしてる場合じゃないよ、何か来るよ。あ、ここでルシファーと戦うと。いや、さすがにそれはないと思うけど、なんだろうね。でかいね。すごいね、もう貧弱な剣で倒せるかな。さあ、ボス戦来ました。あー、そっか、マガスヒ使っちゃったんだ。あー、しまった。あ、ヒュードラ。あー、やっぱあまり効かないね。とりあえず属性がわからないから、いろいろ攻撃してみようか。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ね、全然減らない、やばいね。あ、 BGM めっちゃいいじゃん。配信微妙だね。そうだね、クリティカル率が高い方がいいね。おい、倒せるかな。なかなか減らないね。とりあえず押して、これは普通だね。やばいね、結構やっぱウィークを狙いながらじゃないと。まあ、肝はマーメイドだね。マーメイドを軸にこいつを死なせてはダメだ。うわー、結構きついね。どれぐらい食らう。うわー、まあ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 、まあ、うわっ、やばいね、やばい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 。これはね、結構やばいかもしれない。攻撃しよう。あ、クリティカル欲しいね。なんか3回しか行かないね。3回から6回だったと思うけど、確か。おい、OK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 。結構削れるから、その間に、まあまあちょっと、音女芸の回復をね。まあ、名前は女芸なんだけどね。やばいよね。こんなニョゲーって名前誰がつけたんだ。さあ、なんで6回当たんないんだろう。あ、3回しか当たんない。なんで。オッケーオッケー、クリティカルいいね。おー、マジ。ちょっと待って。誰も。マジ。マジか。
バイバイ。ゲームオーバー。